ネタバレ注意かがりの〇〇顔がヤバすぎて映画館で大爆笑したみんなの反応集。この動画は機動戦士ガンダムシードフリーダムの重大なネタバレが含まれています。ではどうぞ。マジでアスラン戦闘中に何考えてんだよ。まさかかがりのあの頬を絡めてる画像が劇場版を通じて解釈一致になるとは。アスランって私の思う10倍くらいかがりのこと好きだよなって思ってたけど、100倍だった。あの男には誰も勝てん。ねえ、なんでかがりしか見てないの。ありがとう。ダネフェスのアスラン、アスランにカメラマン担当させて大丈夫っす？絶対にかがりしか撮らない。かがり専属カメラマンポンコツだぞ。ありがとう。もうこのファイルの図でお分かりの通り、リスでにかがりしか撮る気ないだろう。この15年以上のモヤモヤは何だったんだと思うほど、アスランはかがりのことがちゃんと大好きで、あいつなら大丈夫だって心底安心したよ。しんとるな。アスランとかがりのイチャイチャが見れる、それだけで行く価値がある。ちゃんとオーブ代表主張として成長して頑張っていた。立場的にバックアップに回ってみんなを支えるポジションで、出番は要所要所ではあるもののすごく活躍していた。何より DSGINY の頃から言われていたアスラン女性問題にもちゃんと答えが出てよかったね。アスランとかがりはこういう関係性がいいんだよ。特典の小説はアスランとかがりのお話の方がもらえたので、これから読むわよ。かがりの執務室にずっとサイがいたことに気がつかなかった。かがりばかり見てて4回目で初めて知った。ミリアリアがかがりのそばで働いてるので、ディアミリは普通のナチュラルとコーディネーターよりは会えると思うんですよ。国家権力で、つまりディアミリです。ありがとうございました。アスランとかがりがあんなに強固な絆で結ばれたきっかけでもあるユーナ、ロマ、セイランのことも時々でいいから思い出してください。本当にアスランってかがり以外視界にも入れないからな。でもお父さんもお母さん以外愛したことなかったろうし、思い詰める性格とかやっぱり親子だな。そしてかがりもアスラン以外を男って判別しない。かがりのことが好きすぎるアスランを前提にして運命を振り返ると、そりゃ他の男と結婚しようとしたらすねまくって許すなんて簡単に言えないし、死にたい気分とか言って心配させて甘やかしてほしいし、お前のこと好きなんだろとか言われても他の女の行為なんかに興味ないから反応しない。わかりやす。朝一で見てきたアスランはフラフラせずかっこいい男のままで、かがりはオーブのために尽力する立派な TOP だった。いろいろもやってる人もいるかもしれないけど、騙されたと思って一回見に行ってほしい。かがり好きな私が言うんだから間違いない。ラクスの謎カットには突っ込まざるを得ないけれど、アスランってプライド高いし負けず嫌いだから、人からバカにされるの相当嫌いだろうけど、かがりから言われるバカだけは絶対喜んでるよ。髪結んでるかがりが本当に可愛くて可愛くて、アスランじゃなくても取りまくりたい。シュシュ、暁にかがりちゃん以外が乗っていいんかの顔だったけど、ムーさん復帰演出が100点だったのでニッコニコになりました。劇場版シード見てきました。もうね、ツッコミどころ満載だったけど、アスランのスペックがすんごいのと、かがりとできてたっぽい描写があって救われました。あとラストに思わず笑った。キラとラクスは約束された愛、アスランとかがりは支え合う愛ってシードの本に紹介で書いてあったけど、劇場版で変わらず互いを思い合ってる4人を見れただけで私感無量です。かがりのこと20年見守ってきたから、アスランのことをうちの娘かがりのことはやらないからな。欲しいならワイを納得させてみせろ。女いっぱい引っ掛けて気負ってけしからんと思ってきたんだけど、映画のアスランはうちの敷居をまたぐどころか塀を飛び越えてきてかがりをさらっていったので、私はもう何も言わずに見送ろうと思います。どうかかがり幸せにね。てかアスランとかがりって別れてたと思ってた。ガンダムシードフリーダム見たったよ。かがりの声優変更されてたけど、あんま違和感なかったな。久々にもう一回見たい映画だわ。20年待ち続けてやっと答えを得た。最高だった。ありがとうシード。
20年前からずっと今日までアスランとカガリのその後を考えながら生きてきたけど、やっと知れたよ、ありがとうありがとう。デスティニーは見るのが苦手だったけど、苦手なキャラも全部好きになった。また見直せそう。昨日からカガリが好きすぎるアスランのことしか考えられなくて、ラクス様ちょっと刺激的すぎちゃって。おいし、種無印の時はカガリが好きだったが、運命ではステラタソが好きになって、 CP は新ステ思考アババババってなってた人種なんだけど、今夜やっとこそガンダムシード館に行ける。相変わらずのトンチキ衣装っぷり、ラクスよりカガリ目当てなのだけど、彼女はそれなりに出るのかしら。カガリに噛みついてたから当時は新好きじゃなかったけど、運命を経た新はだいぶ好感度高い、もっと人気出ていい。カガリが主張色をしっかりこなしてて、相変わらず苦労はしてるけど苦しそうではないのが個人的にとても良かった。あとラクスとの通信で総裁とラクスを使い分けてるところも、多分嫌い外は自分は一人じゃないと思って動けてる。正直ストーリーほとんど覚えてないけど、とても楽しめた。覚えてないからなのかはわからないけど、個人的にはカガリの声に違和感はなかった。シードの映画中盤からの展開がまあすごかったし、後半から終盤にかけては情報量の多さと勢いの連続だった。カガリの声も割と違和感はなかったし、どのキャラも出番や役割が明確化されていたので、個人的にとても見やすかった。アスランとカガリはそれぞれ見せ場はあったけど、特にカガリは出番やや少なめだったから、その辺は特典小説で保管かな。ラストの戦闘は本当に良かったけど、ウゴはやっぱり死んだなぁ。20年前はあんなに嫌いだったシンに今更好感を抱くことになるとは思わなかった。ウ本当にいいキャラになってて感慨深いわ。でもさ、やっぱりカガリの声が変わっちゃったのは悲しいよ。森さんのカガリ大人っぽくて今のカガリって感じでよかったけど、映画でアスランがカガリのこと超大好きなスケベであることが分かったので、種運命で万が一あいつがザクトに残ったままオーブが撃たれてカガリ死亡とかなった日には手のつけられねえ闇落ち怪獣が爆誕してた可能性あったな。脱走のきっかけになったミーヤが MVP すぎる。福田監督のカガリはこんな顔しないんだけど、で、不機嫌ポストもまさか一種のネタぶりだったと思わねえじゃねえか。映画見てから、なんかだんだんなんでこんなカガリ以外目に入ってないですけど、みたいな男が他の女とくっつくかも、みたいな心配を18年指定を痛めてたのかわからなくなってきた。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。